ネオプラトニズムは西洋において古代末期から中世を通じてキリスト教神学に大きな影響を与えてきた。これは特にプロティノスやテュロスのポルュリオスといった初期のネオプラトニストから影響を受けたヒッポのアウグスティヌス、プロクロスやダマスキオスといった後期ネオプラトニストから影響を受けたニセディオニュシオス法、アレオパギテイスと呼ばれるキリスト教著述からによるものである。 悪の起源である善の欠如や、その善の欠如が人間の罪に由来することといったネオプラトニズムの中心協議は、ヒッポのアウグスティヌスによって彼のマニ教からキリスト教への変歴の上で一時的に哲学的問題として扱われたのみであった。おそらくもっと重要なことに、プロティノスやポルピュリオスの著作において強調されている、神つまり一者と出会うための手段としての、 神秘的瞑想はアウグスティヌスに深く影響した。アウグスティヌスはその著書、告白において、明らかにネオプラトニズムのモデルに従っている、少なくとも二つの神秘的体験について述べている。告白第七巻の、プラトニストの書という節で、彼が重要な発見をしたと述べているところによれば、アウグスティヌスは、霊的実態としての神及び人の魂の概念を、 ネオプラトニズムに追っている。387年に改修して、数年後に真の信仰についてという論文を書いて、アウグスティヌスのキリスト教はネオプラトニズムによってさらに磨き上げられたが、最終的にアウグスティヌスはネオプラトニズムを完全に放棄して、自身の聖書解釈に基づいたキリスト教を選んだ。他にも多くのキリスト教徒が、 特にネオプラトニズムの一社つまり神をヤハウェと同一視することによってネオプラトニズムから影響を受けた。その中で最も影響力があったのはアンモニオスサッカスから教えを受けたかもしれないオリンゲネスやニセディオニュシオスホアレオパギテイスの名で知られる5世紀後半の著述家であろう。ネオプラトニズムはグノーシス主義ともつながりを持ったがプロティノス自身は著書 エンネアデス第2巻第9論文において、グノーシス主義を非難している。エンネアデス第2巻第9論文には、宇宙の創造者や宇宙それ自体が悪であると主張する、ものどもにこうしてという表題が付けられている。ネオプラトニストラは自分たちが、プラトンの思想に基づいていると信じていたために、プラトンがディマイオスで論じた、物質的世界つまりコスモスの創造者である。 デーミウルゴスに対するグノーシス主義者たちの抽象を拒絶した。ジョン・ディ・ターナー教授のような学者はネオプラトニズムを正当派、プラトン哲学と呼んできたが、これは部分的には、プロティノスがエンネアデスを通じて、プラトン哲学の定まった解釈を論爆しようとしたことによるのかもしれない。プロティノスは、グノーシス主義者たちが、本来のプラトンの教説を崩壊させたと信じていた。 こういった哲学がキリスト教に影響を与えたにもかかわらず、ユスティニアヌス一世は再建されたアカデメイアを529年に閉鎖することによって、後期ネオプラトニズムに損害を与えた。アカデメイアが閉鎖されたのに続いて、世俗的なコンスタンティノープル大学が開学した。コンスタンティノープル大学はこれ以前は公式には大学と呼ばれなかったが、 実質的には425年にマグナウアの宮殿広間の大学として創建されていた。コンスタンティノープル大学は大学と呼ばれる前から長年にわたって学術的な公共機関であった。元々の機関はテオドシウス二世によって作られた。ニセディオニュシオスは後の時代にキリスト教の聖教会、カトリック教会領収派にとって重要となった。 彼の著作は旧世紀にヨハネス・スコトゥス・エリューゲナによってラテン語に翻訳された。中世にはネオプラトニズムの思想はカバラ主義者の盲目の遺作やユダヤ教、ネオプラトニズム哲学者で自身の一神論の光のもとにネオプラトニズムを改造したソロモンイブンガビーロールといったユダヤ教思想家に影響を与えた。ネオプラトニズムの思想はファーラビーや イブンシーナーといったイスラーム思想家、スーフィズム思想家にも影響を及ぼした。ネオプラトニズムは、独立した伝統として、キリスト教統法世界でも生き残り、ゲオールギオス・ゲミストス・スプレトンによって西洋に再紹介された。偽、ディオニュシオスの著作を通じて、ネオプラトニズムの思想は、あらゆるキリスト教神秘主義及び、否定神学に大きな影響を与えることとなった。 シャルトル聖度学派は中世にプラトニズムやネオプラトニズムの思想を普及させた点で重要である。マルシリオフィチーノはプラトン全集はもちろんプロティノスやプロクロスもラテン語に翻訳しておりルネサンス期のネオプラトニズムの大復興の中心人物であった。彼の友人のピコデラ・ミランドラもまたこの運動の主要人物である。プロティノス哲学に対する 新たな関心は、ケンブリッジ・プラトン学派の理性的な進学、哲学に貢献した。ルネサンス期のネオ・プラトニズムは、また、様々な形の非教的キリスト教と部分的に重なり、あるいは徐々に移行していった。キリスト教的プラトニズムは、プラトンが考え、キリスト教,教会に影響した、魂はよく肉体は悪いと考える二元論のことである。 メソジスト教会によれば、キリスト教的プラトニズムは、直接的に、神が、ご自身が創造なさった万物を良いとおっしゃったという、聖書の記述と矛盾する。ありがとうございます。